アムール広大は、ロシア連邦、沿海地方、レソザボズク出身で大野松部屋に所属していた、元大相撲力士。身長192センチメートル、体重138キログラム。本名は、ニコライ・ユーリービッチ・イワノフ。最高位は、東前頭5枚目。好物は刺身、自撮りの叩き、持つ鍋。嫌いなものはカレー。相撲経験は皆無で。 学生時代はボクシングに打ち込んでいた。日本人の義兄に相撲を進められ、田上明を通じて、師匠の大野松に連絡が渡り、18歳の時に、同じロシア出身のボラーゾフ兄弟と共に来日して、大野松部屋へ入門し、2002年5月場所において、初土俵を踏んだ。四込名は、故郷ロシアのアムール川にちなみ、夢を持って、 ロシアから大野松部屋に来たとの意味を込め、作詞家の中山大三郎によって名付けられた。三段目までは順調に番付を上げていったが、9 0ラム台の細身の体型であったために、幕下と三段目を往復する生活が長く続き、初土俵の同期である露宝と白露山に大きく差をつけられてしまった。入門してからしばらくは米が苦手であったため、 講演会からパンを山ほど送ってもらったという。2007年3月場所12日目には、朝道流に一本背負いで破れている。徐々に、体重も増え始めた2008年以降は幕下に、定着し、2010年7月場所には、自己最高位となる、東幕下8枚目まで番付を上げたものの、4日目の、マスの山戦で破れた際に、 左膝前十字人体に重症を負って、途中休場を余儀なくされた。翌、11月場所と2011年1月場所を全休し、手術はせずに故障部位周辺の筋力強化のリハビリに取り組んで早期の復帰を目指した。休場の間に3段目会まで番付を落としたが、休場明けとなった同年5月技量審査場所では六勝一敗の、好成績を挙げ、翌、 7月場所でも7戦全勝の成績を上げて3段目、優勝を果たし、球場前と同じ、東幕下8枚目の位置まで番付を戻した翌、9月場所でも5勝2敗の好成績を挙げた。西幕下2枚目の位置で迎えた翌、11月場所でも6勝1敗と大きく勝ち越し、優勝決定戦で、 小生に負けて優勝は逃したものの、場所後の番付編成会議で2012年1月場所における新十両への昇進が決定した。初土俵から所要57場所の十両昇進は、外国出身力士の中では2001年5月場所の若東の58場所に次ぐスロー記録となった。新十両で迎えた2012年1月場所では、 二日目に、相対流に敗れた後から9連勝し、11日目の時点で10勝1敗と非常に好調な成績を収めていた。しかし、12日目に、こと勇気に敗れた際に、右膝前十字人体断裂という重傷を負ってしまい、優勝争いの先頭に立っていながらも13日目から休場し、最終的には、この場所を10勝3敗に9の成績で終えた。 同年3月3日に負傷した右膝の感知を目指して手術を行った。そのため、自己最高位となる東重量3枚目まで躍進した翌3月場所を全休し、一気に幕下へと陥落した翌5月場所以降も休場を続け、同年11月場所まで5場所連続して全休した。入門から10年経ったところで怪我をして、 治療には一年かかると言われたため、大野松は、十年頑張って、ここまで来たから、このまま相撲をやめると言ってきても、俺はアムールを認めているから、よく頑張ったと送り出すと言っていたが、当のアムールは、もう一度化粧回しをつけると復帰を諦めなかった。序二段まで番付を下げた2013年1月場所、において一年ぶりに出場し、同場所では七戦前勝の成績を上げて、 ジョニ二ミ優勝を果たした。その後3月場所も5勝2敗、5月場所7月場所も各6勝1敗、9月場所と11月場所では5勝2敗と、関取復帰が近づいている状況にあった。2014年1月場所は、勝ち越せば、状況次第で最関取となる中4番相撲で、勝ち越しを果たし、最終的に五勝二敗の成績。場所後には、同年、 3月場所での2年ぶりの重量復帰が決まった。復帰の場所は12日目までに7敗を喫したが、最後3連勝で勝ち越しを果たした。同年、9月場所は西重量筆頭で9勝6敗の成績を残し、翌、11月場所に新入幕。これにより、初土俵から所要74場所と、外国出身歴史で最も遅い新入幕を果たした。 ロシアからの新入幕は2008年11月場所のアラン以来5人目。しかし幕内の壁に苦しみ、最終的には5勝10敗に終わった。翌2015年1月場所は重量に陥落したが、重量筆頭で勝ち越し、翌場所の再入幕を果たした。翌3月場所では初日から2連勝と好調の滑り出しだったが、 三日目から九日目まで、七連敗と追い込まれてしまい、十三日目まで四、連勝と盛り返した。しかし十四日目に惜しくも負け越しが決まり、結果的には七勝八敗で場所を終えた。運よく、幕尻に留まった翌、五月場所では九勝を挙げ、自身初となる、幕内勝ち越しを果たした。前頭十枚目で迎えた翌、七月場所では、 11日目に勝ち越しを決めたが終盤に4連敗し8勝7敗で終えた。同場所4日目の佐田の富士戦では黒星を起死したものの4分39秒の大熱戦で館内を沸かせた。翌9月場所でも幕内での3場所連続の勝ち越しを決め8勝7敗で場所を終えた。自己最高位の東前頭五枚目で迎えた翌十一月場所は 初日に、遠藤を破り白星発進したが二日目から5連敗、11日目に負け越しが決まり、4勝11敗と、新入幕の場所以来1年ぶりの二桁黒星に終わった。2016年5月場所は、怪我で途中休場となり、これにより8場所連続で務めた幕内の地位を離れる、こととなった。重量観落後も制裁を書き、2017年、 1>, 1月場所を最後に18場所連続で務めた、関取の地位も手放すこととなった。3月場所は、東幕下筆頭で迎え、3勝3敗で7番相撲を、迎えたもののこれに負けて3勝4敗。さらによく5月場所は、西幕下4枚目の地位で1勝6敗と制裁を、書き、番付を大きく落とした。以降は、幕下中位での土俵が続いた。 2018年5月14日、両国国技館で会見し、引退を表明。記者会見では引退後は日本に泊まり、スポーツトレーナーを目指し、千葉市内のホテルで、同年6月16月に断髪式を行う意向を示した。その意向通り、引退直前の2018年4月より、日本語学校に通い、同年6月16月に断髪式を開催した。 2020年7月より、ズームを使って、オンラインで、相撲道場を行う予定が示された。同年8月の報道によると、千葉県内のジム、フレックスツラ沼で、トレーナーとして活躍しており、しこやまたわりなど、本物の相撲の要素を活かしたトレーニングを受けられると、あって、反響を呼んだ。2021年6月17日、 一般財団法人日本相撲振興財団のメンバーとして財団の活動に参加することが発表された。大まかな傾向として組んでからじっくり攻める右四つの相撲を得意としており、前三つを取って食い下がったり出し投げを放ったりもした。2016年3月場所前の座談会では、裏風からアムールと土地の神は不器用な四つ相撲を取るイメージがあると評され、 高崎からは、瞬発力や敏捷性が、もうちょっとあればという感じでと注文をつけていた。入幕当初は軽量であったので月押しに対して、脆さを見せていたが、次第に体重が140キロ近くまで増え、幕内に定着した頃になると、リーチのある月で月押しに対抗する場面も、見られるようになった。相撲2016年9月号67ページ。 相撲2012年1月号32ページ、アムール、アムロ、行きますとよく言われる日刊スポーツ2015年5月16日8時53分 C 面から、伝説を紡ぐアブマツヒロセ編夢は当時から、読売オンラインハットエビーアムールの、新入幕会見、大野松おかみさんのブログ2014年10月27日、 午後9時17分17場所ぶり新重量なし最重量は、佐賀塚さら3人、MSN3K ニュース。2014年1月29日、市野城、最速の新関脇青山も関脇、勢いは小結びスパニッキアネックス2014年10月27日の9時35分、引退、アムール、幸せ今後は、 スポーツトレーナー目指す日韓スポーツ2018年5月15日、閲覧、元幕内のアムール引退苦労人16年、幕内で相撲を取れたのは幸せスポーツ日本2018年5月15日、閲覧、元幕内のアムール断髪式、我慢できなかった式後に涙。2018年6月16日閲覧、ニコライのオンライン相撲道場、基本編。 PTX 2020年7月9日閲覧。元幕内力士、アムールことニコライさん、日本で、トレーナーに、オンライン道場で相撲の魅力を世界に、発信スプートニク2020年8月11日13時25分、新しい仲間が増えました。元力士のアムールコ大さんです。一般財団法人日本相撲振興財団。 2021年8月13日閲覧。メンバー一般財団法人日本全を、新興財団。2021年8月13日閲覧。NHKG メディアオズモジャーナル2016年4月号72ページ、感染ガイド左膝全十字人体損傷のため2日目から、途中休場、7日目から再出場5月場所の2日目、5月14日に、引退。 ありがとうございます。